いわき市によりますと、40代の男性職員2人は、去年9月に行われたいわき市議選で、告示前に支持する政党候補予定者への投票を依頼する文書を有権者に送りました。これは事前運動を禁じる公職選挙法に違反することから、福島簡易裁判所は去年12月に2人にそれぞれ罰金30万円の略式命令を出しました。これを受けていわき市では来月2人の職員の処分を決めることにしています。